オクトパストラベラー紹介映像3月編。今回は8人の主人公の中から新しい2人のキャラクターをご紹介しましょう。まずは商人のトレサ。彼女は一人前の商人になることを夢見て旅立ちます。トレサのフィールドコマンドは買い取る。その名の通り、ほぼ全ての町人から持ち物を買い取ることができるのです。これにより店では売っていないアイテムを手に入れたり、特定のアイテムを必要としている人に渡してあげることもできるでしょう。次に薬師のアーフェン。彼は旅の薬師として大陸中の人々を病から救うため旅立ちます。救ってくるぜ。アーフェンのフィールドコマンドは聞き出す。町の住人たちから通常の話すだけでは知り得ない情報を得ることができるのです。これにより町のショップで有利な情報を得たり、隠されたアイテムのありかを知ったり、さらには表では語られない人物像を知ることもできるでしょう。バトルジョブ。8人の主人公は剣士、踊り子、薬師、商人といったベースジョブを最初から持っていますが、ゲームを進めていくことでバトル用にもう一つのジョブを装備することができるようになります。これにより装備できる武器のバリエーションも増え、剣士が薬師のアビリティを覚えたり、商人が踊り子のアビリティを覚えたりと、より自由なキャラクターカスタマイズができるようになります。災いを払え。またアビリティは好きな順番で習得していくことが可能です。扱いやすく手頃なアビリティから順番に習得するもよし、消費 SP が高い強力なアビリティをいきなり習得するもよし、どのようにキャラクターを育成するかもプレイヤーであるあなたの手に委ねられているのです。8人の旅人が織りなす8つの物語、オクトパストラベラーは7月13日に全世界で発売予定です。今後の紹介映像もご期待ください。かかってこい。足を止めさせてもらう。サミダメよ。見てみたいでしょ。ねえ。さあ。
勝負だ。さあ始めようか。ここからだ。パストラベラー紹介映像4月編。今回も8人の主人公の中から新しい2人のキャラクターをご紹介しましょう。まずは狩人のハンイット。では行ってくる。彼女は消息を絶った師匠を探すために旅立ちます。だから無事でいろ師匠。ハンイットのフィールドコマンドは消しかける。さまざまな魔物を操り、人々にバトルを挑むことができます。これにより騒ぎを起こしている人物を追い払ったり、道を塞いでいる敵を排除することができるのです。次に盗賊のテリオン。俺が盗みの依頼を受けることになるとは。彼はとある宝石奪還の依頼を受け旅立ちます。何でもない。では行ってくる。テリオンのフィールドコマンドは盗む。その名の通り、ほぼ全ての人々に対して盗みを働くことができるのです。店には置いていないアイテムを入手することはもちろん、誰かが必要としているアイテムを盗み出し、その見返りを得るといった盗賊らしい旅も楽しめます。よし。聖堂と邪道。これら主人公のフィールドコマンドは聖堂と邪道の2種類に分けられます。例えば町人からアイテムを入手するためにお金を出して買い取るのは聖堂、お金を払わず盗むのは邪道となります。聖堂のコマンドは失敗しないという大きなメリットがありますが、レベルやお金が不足していると実行できません。逆に邪道のコマンドは
レベルなどに関係なく実行できるというメリットがある一方、失敗すると町人との関係性が悪化し、フィールドコマンドを受け付けてもらえなくなることも。そんな時は酒場の主人にお金をこっそり渡して関係性を修復してもらうと良いでしょう。サブストーリー、主人公たちのメインストーリーとは別に、オルステラ大陸では多くのサブストーリーがあなたを待ち受けています。そのサブストーリーの攻略の鍵となるのがフィールドコマンドです。本作では問題の解決方法が一つとは限りません。サブストーリーによってはバトルをして解決するのか、アイテムを入手して解決をするのか、どこでどの主人公のフィールドコマンドを使ってサブストーリーをクリアするのか、それもプレイヤーの手に委ねられているのです。8人の旅人が織りなす8つの物語、オクトパストラベラーは7月13日に全世界で発売予定です。今後の紹介映像もご期待ください。